はい、小橋です。昨日はですね、権現堂という埼玉で一番なのかな、かなり有数な、桜の名所行ってきました。息子はね、あいにく爆睡でしたね。権現堂のいいとこは、こう菜の花と桜の名所、融合なんですね。本当に綺麗でした。はい、ではでは、ミンゴルやっていきたいと思います。はい、なんとなんと 昨日、なんとなんと昨日出ましたよ。今回のサバンナワイルドオープンのセカンドホールですね。人生初のチップインアルバドロスが出ました。今回ね、最初のホールでしっかりブレが確認できれば、セカンドホールはそのブレを生かしてホールインは狙えるかなと思って、まさに最初の方で右ブレしてたので、ちょっと右にずらして、左ブレでしてたので右にずらしていたところ、なんとなんとですよ、本当に。はい。で、初めて6アンダーも取れて、この辺に来ましたね。はい。それにより、なんと、ランキングが、じゃじゃん、597位。スコアとしては、6アンダー1回、5アンダー2回っていう感じですかね。5アンダー3回の時でも、昨日の土曜日の夕方時点で、1500位ぐらいだったですかね。なので、フレンドさんは私よりさらに上がいる。そうですね。15アンダーでも1063位、68位の方がいらっしゃるので、千切り。どうなんだろう。千切りとなると、やっぱりワンチップ必要なのかな。残り皆さんわずかですけど、ランキングでやってる方は追い込んでいきましょう。では、今日仕事で全然できなくてチケットが余っているので、やっていきます。さあさあ、やっぱりランキング上位の方、レベルの高い方がたくさんいますね。さあ、ファーストホールです。ここがね、このピンの位置だとブレが確認難しいんですよね。やっぱり右側の位置だと、ここら辺の谷とかにある位置だと確認しやすいんですけどね。そうなのに、ここは最初から左にずらすが、ずらしすぎると、あとはパワーが足んないと、このタビちゃんさんのように、ナリさんのように弾いてしまう。リンゴさんぐらいうまく合わせていかないとっていうのが本当に難しいですよね。今回はもしかしたらスコアあんまり皆さん狙えないのかな。さあさあさあ、足りないならオーバーした方が、そう、上手い人は外しても、最初グリーン外してもこうやってライジング決めるっていうところがすごいですよね。さあ、いけるかな。ちょっと今失敗、ちょっと右ブレかな。拍手は鳴った。ナリさんナイスです。さあ、キックして、ほんと5メートルぐらい離れてしまうんですよね。さあ、こっから。さあ、皆さん外してる方が多い。さあさあ、28ヤード上げ、28センチ上げですね。お願い、入って、お願い、うー 動画投稿ではうまいところを見せらんない。はい、最初のホールバーディーでした。はい、セカンドホールいきましょう。セカンドホール、
ここですね。多分右ブレが出ていたので、ちょっとまあ右にキックすることも合わせて多めに左にずらし、ここもね向こう側に下っていくグリーンなので強すぎてもダメなんですよね。さあどうだ、さあもう一回チップイン来いって言っても最初バーディー、まあ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 ですね。まあ今日今晩あと2回ぐらいやるにはいい練習になったかな。はい、さあさあさあ、今日はヤクルトスワローズ負けてしまいました。仕事で全然見れなかったんですけどね、悔しいですね。どうなんですかね、1点しか得られなかったってことは中日の柳投手がいいピッチングをしたってことですかね。高梨投手も、まあ、ホームラン2本で3失点ですけど、まあ、うちの投手陣の中では安定して本当に投げてくれてるんだと思いますね。さあ この3番ホールはですね、この1個番手を上げたクラブで結構近いところにたまたまですけど運んでくれるんですよ、マックス値でこの通り、うん、だから助かってるっていうのもあるんですけどね。これは本当クラブ運もあるんじゃないかなって、このね大雨に関してはね、なんとも言えないですよね。危ない。はい、結局最初の、イーグル狙うところバーディーが響き4アンダーでおしまいでした。やっぱり皆さん難しいですよね。そんな中5アンダー2人取られた方、さすがです。よくお名前を拝見する2人ですね、素晴らしい。はい、こんな感じでやっていきますしたってもう言っていいですね。また来週もかな、ミンゴル頑張っていきましょう。それでは失礼します。